今月、開館20周年を迎えた徳島県立文学書道館、その節目を祝う式典が先週土曜日に行われました徳島市中前川町にある文学書道館は文学館と書道美術館が複合された施設として2002年10月26日にオープン徳島ゆかりの文学者、書家を紹介する展示をはじめ 資料の収集や保存、調査研究などに取り組んできました式典には飯泉知事や関係者、事前申し込みで集まった県民ら100名が参加20年の感謝とこれからの発展を祈って靴玉をわりました毎日毎日の地道な仕事の積み重ねがいつの間にか20年になったというそうそいう印象です これからも県民の皆さんに親しまれるような施設になるように、ですね、毎日、地道な努力をこれまでどおり積み重ねていきたいというふうに思っています。文学書道館では、これまでの歴史を振り返る企画展、開館20年の歩みが11月20日まで開かれています。